小瀬族持ちは、アスカ時代の豪族。聖は阿ソン。下には、自家大使、東宮介。日本初期巻第29によると、天武天皇14年9月に、国史、軍事と百姓の消息を巡察する使者が、全国に派遣された。直弘さんの、小瀬阿ソン、波餅は、邦願一人、死一人呼ぶ家として、三院の使者に任命された。 道館第30によると、自動天皇11年2月、大間正徳君が東宮大、風、道新人跡見が東宮大部とされた際に、自家大使の小瀬屋村、阿波餅が東宮助とされたとある。記録に直接、阿波餅の名前が登場するのは以上であるが、道館第30によると、自動天皇3年5月に、 即位前の天皇は、ハジスクネネマロに命じて、草壁御子の門を弔問すべく派遣された、白木氏の近道ならに、以下のような見事の乗りを出した、昨年、田中阿村法マロラを白木に派遣し、大公天皇の門を告げさせた際、白木側は、白木が天皇からの直を受けたまある身分の人は、元来いける番と決めており、今後も、そのようにしたいと思うと申し述べた。 そこでホーマラオラは、太公天皇の申し出せる御事の利を渡さずに、帰国した。前例を言うのなら、かつて、高徳天皇の法御の際に、小瀬持ちらを使わして、もを告げたとき、影、a ん白木の官位十七階の第二位だった、金春秋が直を賜ったのと矛盾しているこのとき、現れる、白木に派遣された、小瀬戸を持餅とは、金明天皇元年9月5日上に登場する。 コセのトを持ちとは、年代的に見て別人であり、元の資料には、コセのギ持ちと表記してあり、コセ族持ちであったのを、初期の編纂者が誤読したのではないか、とする説がある。六国史による、ありがとうございます。